強いけど、なんていうか、あんぐらいなら全然戦えますよね。10体ぐらいでできても倒せるんじゃないかな。特にラナンだと全体攻撃の魔法がある、魔法っていうか剣術があるんで、それで一撃なような気がするな。全然最終回なのに、え、どこか会話、え、どこだこれ、会話をしてないのがちょっと、先ほども言ったけど動画としてどうなんだろうかっていう部分があるけど、これでもすごい技術力だなーっていうか逃げよっかなこれ今までエスケープで逃げれなかったことがないんやけど、 100% 逃げれるんかな。これはひたすらまっすぐなのかな。逃げましょう。もう戦う必要性ない。気に入らねえけど逃げっか。展開の層なのかここは。天の層、星の道。あ、なるほど。ここはまっすぐようですね。いや、このゲーム、まあそのイベントとかもすごい発生が難しいっていうのがあって、ちょっと攻略のサイドの方があったので、それを見ながら今プレイしているんですけど、いや、よくこれをまとめたもんやなと。これサイトがないと相当難しいですよね。おお、なんだこれは。これで進めってことか。ラナン君だとよほどのことがない限り死ぬことはないと思いますが、これで、スタムと遭遇するらしいね。蹴散らしてやる。いや、蹴散らしませんよ。逃げますよ。いつか倒してやる。あんまり戦う必要がもうないんでね。ラストダンジョン、おー、なんだこれは。こういう無駄な廊下に無駄なスペースがありますが、まあ、敵、あ、なんだ、お、スタムか。現れましたね、スタムさん。で、これでスタムを追いかけて、お話を。このタイミング？このタイミングで戦闘。絶対に勝つ。いやいやいや、戦闘しませんから安心してください。お、いつか倒してやる。で、ここで進むとスタム。ラナン無事だったか。当たり前だろ、スタムこそ無事でよかったよ。なあラナン、リネアを見なかったか。いや、さっき見ましたよ一応。スタム、よくよく今見たらこの右上音符が光っ、あの跳ねてますよね。結構真面目なトークの中で俺にはリネアしかいない。まあとりあえず応援しときましょうかね。まあね、そんで早くリネを探してやるな。ありがとうラナ。でチェンジにしてジャニスさんに切り替えて先に進むといいみたいですね。
誰？ああ、あんたか。私は待つ、そう決めている。うん。あんたじゃ勝てないっすよ。あ、何も言わんのやな。ふっ、楽しみなことだ。で、ここに到着して、あ、動かせるな。で、ジャニスに切り替えて、これはなんだ？ああ、つどうち。こちらかな。もういける。これ全員揃わなくてもいけるんやな。なんか、勝手な想像でしたけど、ここ3人揃わないと開かないのかなと思ってましたね。右手にいる言ってましたんで、行きましょうか。で、ここで、こうか。よう分かりませんが、これでいけば、戦っているはずと。お、スタムとリネアが悲しい戦いをしていると。スタム、たとえ敵同士でも、これから争うとしても、やっとあなたに会えた。会いたかった。リネア、お前はせめて俺の手で葬ってやる。安心しろ、俺もすぐ行く。それ悲しい結末ですね。行きます。やりやがったな。せおー、スタム勝てる気がせんな。どうやってスタム勝つんかな。それ、イベントを見ると、受けてみなさい。こう、ワンチャンスタムが勝てるらしいんですけど、あれかな。行くぜ。効かない。よし、覚悟。うわ、スタム死んだ。そうだよね。勝てるわけはないよね。どうやって勝つんかな、これ。リネ、嘘だよね。おお、コリネア戦闘ですよね。人は皆同じ。あなたも、スタンも、みんな私を絶望させる。さあ、死んで、リネア。いやー、きついね。さあ、出番よ。はい、わかりました。勝てるかな。出番よ。はい。まあとりあえずジャニスさん突っ込もうかな。突撃。いや、当たんね。それ当たれよ。いきますよ。どうかしら。当たんね。もう一度、もう一度。これ、あ、辛いぞ、リネア。よし、ナイス。頑張れ。頑張って当て続けろ。当てて、当てて。お、この、この、お、倒した。大したことないわね。このセリフが、ランダムすぎて、あまりにもひどいな。大したことないねっていうのは。まあ一緒に行けたっていうだけでごめんなさいね。ちょっとあまりにも強すぎた。行ってか。いや、ジャニスが強すぎる。これは進めばいいのかな。
これどこ？王の廊下。まあ進んでみましょう。もうジャニスでクリアする。そう決めたんだ。ここで稀にスタムが勝つことがあるらしくて、スタムが勝つとどうもリネアと神獣ルートになるそうですが、なあ、見渡すチェンジ、ああなるほど、ああなるほど、これでみんなが揃うのを待つということですね。ああなるほど、ここでいろいろ作れますが、まあいいでしょう。チェンジ、ラナン君で、ちょっとラナンを進めていきましょうかね。先に進めるのこれ。どうなんかな。ちょっと羽目屋で行ってみましょうかね。外に進むと。いや、これどうやってラナン進むんかな、若干疑問。こっちかな。この窓を見るとすごい個人的ですけど、あのバイオハザードベロニカで走ってるシーンを若干思い出すのは私だけかな。でここでどこだ、こう行けばいいのかなと。いや、リネア、コネクサイドでは大丈夫かしら。リネが、リネアめっちゃ強いみたいなこと書いてあったんですけど、ジャニスの攻撃とか、あの連撃が卑怯なほどに強いんで、ラスボスもどうなんかな。一体いっちゃったら絶対負けないですよね。でこれで先に進むと。で外に出ますが、うん、変えることもできるんだったぞ。これはどこだ。ああ、なるほど、こちらがこうで、こかな。いやー、このトリコロールクライシスですけど、私戦います。もうなんていうか最後の若干感想になってくるんですけど、退却しましょう。案外レベル上げもたやすくて、個人的にはすごい面白いゲームだなと思ってプレイしていました。もうラストダンジョンなのであれですけど、本当はね、いろんなイベントとかも収録して、まあ動画やっていきたかったんですけど、お強い六神。うん、なるほど、今楽にしてやろう。いや、アメネヤさんが来れば余裕ですよ。どうかな、で魔法効くんかな。大丈夫かしら。ちょっと魔法効かないと辛いぞ。何時、我が呼び声に答えよ。何時、我が呼び声に答えよ。魔法続けますね。何が強いって、続ける。来た。まあガイラさんですね。ガイラ、ガイラだと全体
かんけれど、1000ぐらいは食らうかな。いかが？お、一撃も当たらない。あー、でもちょっとは食らうな。そいつじゃないだろう。おー、1300、すごいな。いかが？続けましょう。あの最強の単体技を食らわしてやろう。バリオ3000、2000ぐらいは食らうかな。アネメアだと1400か、弱い。よし、ナイス。連撃で行ってくれ。ごめん、遊ばせ。この谷のやっぱ連撃が強いな。お、連撃。勝てました。レベルアップ。ああ、レベルアップすればそうですね、体力も回復しますんで。どういたしまして、それで大丈夫ですか。うん、そうね。あとで合流しますよ。なんか戻っていきませんでしたかね。まずこの二人を解く。解かないとまた戦闘がね始まるので。そうそうそう、で話の途中になってしまいましたが、収録とかしたかったんですけど、あまりにもなんていうかイベントの、ああ違った違った違った、すまないと、イベントの発生条件とか難しくてすごくだるくなってきて収録しなかったんです。でさらに輪をかけて問題だったのが、まあ、仕事が忙しくなってきたのと、パソコンが壊れたっていうのがちょっと大きな問題でしたね。それさえなければ少しは先に進みましょう。このゲームでもドリームキャストの中でもなかなかおすすめな RPG だと私は思いましたね。まあその有名どころのゲームはいろいろね、ソニックとかバジャとかいろいろありますけれども、まあシェンムーもそうですけど、それ以外で、まあ穴場っていうか、なんていうか B 級グルメ的な感じのゲームだなと思うのはやっぱこのゲームと、まあちょっと前も言ったかもしれませんが、マグネチックニューニューっていうアクションゲームですね。あれは本当に面白かったですね。あれこそ何か Wii とかでも、 Wii じゃないな、今の時代な、任天堂スイッチか、出てもいいんじゃないかなっていう感じのコンセプトだと思いますね。あのマグネットで戦う感じが。お、合流。ジャニスさん無事で何よりです。そうですね、チェンチ、ラナン。先にどうやって進むんだろう。外に出てもう一回来たら乗り物を回復。していることはない。あれ、どうやって行くんやろ本当に。え、本当にどうやって行くの。ここじゃないとすると、むしろこれはどこだ、今私はどこにいる。え、まさか廊下にですよね。
え、これ戻らないといけないとかいうオチじゃないよね。イブリスは負けられない。お、まあいいや、ちょっと戦ってみよう。ラナン君、一撃見かけ強い。え、これ本当にどうやっていくんやろ。何もないよね。ちょっと待ってくださいね。これ見る限り進めそうなものは、ないな。ちょっと戻ってみましょうかね。戻ってみたら何か活路が見出せるかもしれない。ちょっとカットですね。